よく仕事中とか考え事をしてる時に眉間にシワを寄せてしまって、この辺にシワがいつも気になっています。シワが気になってるので、ちょっと輝くようなおでこに眉間のシワを消して、なんか怖い印象とか柔らかい印象にしたいなと思っています。そうですね、美容医療自体初めてなので、ボトックスの注射って痛いのかなとか、どんな風になるのかなっていうのがちょっと不安ではあります。ボトックスというのは筋肉が収縮する物質を一時的に発生させなくするものですね。ですが、人間の体って骨折しても怪我をしても徐々に治るのと同じで、やはり4ヶ月から半年ぐらいすると徐々に戻ってきます。ですので、まずそんなに後遺症はないと思って OK になるのはいいと思います。で、その、筋肉を収縮させるという物質が、それがだんだん減ってくるのが4日から5日ぐらいかけてなんですね。ですので効果出てくるのは大体1週間前後だと思ってください。どうしてもヒアルロン酸では表情では止められないので、しっかりボトックスを抑えていくのがよろしいと思います。で、やはりボトックスをやらないとどんどん深くなっていきますから、もうボトックスヒアルロン酸入れてもどうしようもないシワっていうのになっていきますので、できれば気になったら早めになさるとよろしいと思います。